キング・アンドプス・平野紫耀の母親年齢疑惑、踊る、三ンマゴテでの発言に迫る。2023年9月5日に放送された、踊る、三ンマゴテで、キング・アンドプスの平野市用が母親の年齢に関する発言をし、それがネット上で波紋を広げています。平野の母親年齢の疑惑について、 これまでの発言とネット上の反応を元に掘り下げていきます。発言の内容と反応平野仕用は番組内でマックの明かしやさんまに、年齢はと質問され21ですと答え続けて母親の年齢を40歳ですと明かしました。この発言に対してネット上では様々な反応が寄せられ、驚きや戸惑いの声が広がりました。 ネット上のコメントからは、弱すぎて驚いた、18歳で妊娠したのではといった疑問の声や母親はヤンキーだったのかなといった興味津々の声が上がりました。一方で、自分と同じ年齢で悲しくなった、急に応援が恥ずかしくなった、といったファンの中には少し複雑な気持ちを抱く人もいるようです。母親の実際の年齢一方で、 平野の母親の実際の年齢については疑問の声もあります。過去に関西ジャニーズ JR の番組に出演した際、平野は母親の年齢を33歳と公言していました。この発言を考慮すると、現在の平野の母親の年齢は37歳から39歳の範囲に収まるはずです。ジャニーズライターによれば、平野の過去の発言が本当なら、 母親は高校生くらいの時に妊娠しているので、確かに少し言いづらいかもしれません、との指摘があります。また、アラフォーのファンは熱狂的かつお金持ちのため、平野としては絶対に手放したくないはず。母親が自分よりも年下と判明すると、急に冷めてしまうファンも多い。そこで、少しでも年齢をごまかし、 ファンを引き止めようとしたのでしょう、との分析が提示されています。未来への期待と疑問今回の発言がファンや一般の視聴者にどのような影響を与えるか、そして将来的に平野が同様の質問にどのように答えるかが注目されています。彼のファンは、 これまでのイメージとギャップが生まれることに戸惑いを感じているようですが、一方で平野がこれをどのように受け止め、伝えていくかに期待が寄せられています。キング・アンドプスの平野市要が、踊る、サンマゴテンで母親の年齢に関する発言を行い、それがネット上で注目を集めました。しかし、 彼の過去の発言を考慮すると、実際の母親の年齢は40歳ではなく、それよりも若い可能性が浮上しています。この事実に対して、ファンや視聴者は様々な反応を見せており、平安に対する期待と疑問が入り混じっています。今後の彼の発言や対応に注目が集まる中、彼がどのようにこの状況を受け止め、コミュニケーションを取っていくのか、 ファンたちは引き続き見守っていくことでしょう。